天輪王足立照之城のことについて願をかけたとされる日枝の大師武蔵の大師は真言宗の参り場所です中山家の宗派は浄土宗でしたが浄土宗では阿弥陀仏に助けたまえと手を合わせ口に念仏する素直な心を信心と言いい信者としての大切な条件になっているのです他の神仏に願うならもはや浄土宗の信者ではありませんひたすら阿弥陀一仏に帰依するのです 教祖はこの時期からのち41歳でこの道を始められる頃まで俗名一米、法名はアジャリ・ゴンダ,ゴンダイ・ソウズ・リ・ショウイン・西洋明軒という立派な名前を持った人を先生としておられます仏教でも修験の道を治めた人でこれは基本的に真言宗です磯の上神宮の境内地に神宮寺として971国の寺寮を誇っていた内山永久寺。 鎌倉時代の永久年間に建築されたことによるは立派な道東伽藍が並び西の日光とまで呼ばれていた寺ですここは真言宗というよりは修験寺としてこの地域を代表するような寺でもありました李清院清余明軒はこの内山永久寺を代表する行者であり当時の真言宗の修験道の中では十二千達の一人に数えられていた阿ジャリでした阿ジャリは自宅のある長滝村で道場を開き人々に仏教を教えていました 教祖はそこで仏法を学び祈祷もしててももらっていたのですもう阿弥陀一仏に対する信仰は消えていて浄土宗の熱心な信者がそのまま延長して教祖になったという感じではありません真言宗の恐竜を教祖は一米のところで学んでいます本部の資料にも一米方に四十九日もおこもりをしたというようなことが書いてありますから相当頻繁に通って学んだことと思われます 釈迦が説いた仏教の教理というよりは、日本の仏教の風習によれば、人が亡くなって初なのか、二なのか、三なのか、死なのか、五なのか。それに七、七、四十九日までを中陰と言って、魂の休息所のようなところで、七日目ごとにいろんな王が出てきて、死者の裁判をするのです。有名なのは、五、七日目の円魔王です。百か日は年王、一年は平等王による裁きが続き。 十番目の三回忌の時には五道天輪王が出てきます五道とは六道人年のうち修羅道を人間界に数えて五道と言っているのですが五道天輪王は三回忌を司ってどこに生まれ変わったかそれが妥当であるかを最終審査することになっています七日目ごとの裁判ではそれぞれの王が死者を裁くのですがその都度いろんな如来や仏がそれを救うことになっています三回忌では審査官は天輪王ですが救ってくれるのは阿弥陀仏なのです これは十王信仰ですが十三仏信仰と重なって、三回忌は天輪王が裁き、阿弥陀仏が救うことになっていたので、当時の人々は南無阿弥陀仏と南無天輪王とを同じように感じていたと思われます。天輪昌王修行経というお経がありますが、その中で天輪王は全ての力、全てのものを使って難獣を助け、皆の喜ぶ世界にした。 争っていときには人間の平均寿命は10歳,までに10歳にまで縮んでしまったけれども助け合って理想的に暮らすようになったら寿命が伸びて8万歳にまでなったと言われていますまた横島な心を打ち破る心理・脅威の象徴として林報ということが説かれていますこれはもともと武器でした車輪に剣を植え込んだような形で敵中に投げ込むと一度に大勢を倒すというものです 伝説の中では天林王は天から与えられた精神的な蛇を砕く林法、再蛇林を乱魔を断つ怪盗のごとく至る所で回転させ人々の心からよこ,なよこしまなものをなくしていったと言われています日本神話の発酵一遇では末ろわぬものはぬ者は平げるつまり殺してしまうことを表していますが天林将王の場合には敵を殺すのではなくよこしまな心だけを砕いてしまうのでその結果武力で歯向かう者はなくなります 武器や力によらずに国を治めた王は皆に大いに信頼されたということですそれでこの林法が天輪王の象徴になっているのです天輪王は天という字を取って林王とも呼ばれています大和では後醍醐天皇が吉野に都を移して南朝を建てたとき出家して自分の御所を金輪の王子と名付けていました林法には金輪、銀輪、鉄輪があるとされていたことからここでは最高の金という字を当てたのです これを徳川,家徳川家康の時代に天海宗乗が関東に移して日光と上野に輪王寺が作られました大和では金輪王と書いて金輪王とも呼ばれており人々に大変になじみが深くまた非常にありがたいものという漢字も抱かれていたのです内山英久寺では神言密教に基づく祈祷が行われていましたこの時にいろんな曼荼羅を掲げますが最も霊源新たかとされていたのは一時金輪像と呼ばれているもののですこの像が実は天輪王なのです 仏殿では、釈迦は母親の脇の下から生まれて散歩歩き、優位が独尊と言ったとされています。その時に聖者たちは、この人は非常に優れた人だ。出家したらブッダとなるお方である。俗人に留まれば天輪王となってこの世を救うでしょうと称えたと伝えられています。崩壊、真理の世界の救世主がブッダであり、真理を解いて精神界を救う者なのです。救う者なのです。 ところが天輪王は俗界の王ですから国家の王としての権力も官僚も国民も貴重なる家畜も軍隊までも全て備えておりますそして仏陀の精神を理解したら精神界も俗界も兼ねた救世主になるというのが天輪王でありますこういう考えがあったから精神的に悟って立派になろうという時には仏陀を拝み俗界のご利益までもらいたい時には天輪王にお願いするという信仰になって当然であります天輪王を表すには仏教界の約束事では この宇宙の教主であり、仏教界でも最高の仏である大日如来の姿を借りて表すことになっています。また天上界から地獄界までを含むこの世界の本事物は釈迦如来であることから、その姿を借りて表すこともあります。輪法は天輪王を表す象徴なので、大日如来の周りに輪法が飾られたり、釈迦如来の周りに輪法が称言されると、大日金輪とか釈迦金輪とか一時金輪と呼ばれたりしますが、これは天輪王を表しているのです。 こういう密教の常識はお道の中ではあまり知られていませんが、仏教界では当たり前のことであり、ならでは壺坂寺の一時金輪マンダラが特に有名です。後に修二が星シマンダラを祀ったりしましたが、その星シマンダラは天秤を中存としているものなのです。いよいよ教祖も41歳に近づいてきます。40歳という時は人間の考え方が完成に近づく時期です。リンカーンは 40になったら自分の顔に責任を持たなくてはならないと言いました子供の時は尖った顔であっても穏やかな顔であっても親の責任ですところが40過ぎたら増作はどうであってもその人の人柄が表情に出てくるものです40歳というのは自分の考えで物事が見えてくる時期です競争はじっと世の中を見つめ幸せな家庭はどうして作ったらいいのかと一生懸命考え努力されてきたことでしょうこの天保年間は日本中に基金が重なり お道が始まる前年の天保八年には大塩平八郎の乱が起こりました。世直し大明神と後に呼ばれた大塩は米を作っている者さえが少しの凶作でバタバタと倒れていくのに人を働かせてそれを取り上げている武士に対してこんな世の中ではいかん、世直しをしなければいかんと言って自分も幕府の役人という身でありながら、陽明学者としての理論から弟子たちと共に決起したのです。取り上げて暮らすたった1割の人たち、取り上げられているのは9割。 ここで力を持って決起すれば世直しをすることができるのではないかという思いだったのがたった一日で鎮圧されてしまいましたその結果かえって締め付けが強まり世直しには遠い社会状況になってしまいましたそして基金の旅ごとに村々に調査は続き関東ではわが子を食べてしまった村もあるという話までが伝わってきましたこういう悲惨な状況の中で教祖はなんとかならないものかどうにかできないものかと思い悩む日が多かったと古い人たちは伝えています すべてを救ってくれるという阿弥陀一物にナマンダブナマンダブとほとんど全村の人があるいは近在の村々でもその助けを願って必死になって拝んでいましたしかし何百年もの間ひたすら願い続けていながら全く良くなっていないという現実も味わっているのですまた徳川幕府の中の身分制では「君君足らずとも真心たるべし」と教えることによって君と臣下との関係が保たれ民はひたすら働いて上に捧げるものだと考えられておりました また一般の家庭でもこの考え方をそのままに持ち込み古種とそれに服従する妻や子供という構造を作っていました教祖は人一倍働かれたと言われていますが働かなければ当時は妻としてきちんと勤めたとは言えなかったのでしたそれでいながら全ての権限は古種に握られ妻は絶対服従の労働力としてしか考えられなかったのですこうして社会の矛盾がそのまま家庭の矛盾となり全てが行き詰まってきたのがこの時代だったということができると思います